ミルマスカラスには初挑戦ということですが、非常にリラックスした表情も見えますが、やはり天竜さん、ちょっと緊張しますか？緊張しますけどね、いい方に緊張してるから、まあいけるんじゃないですか、うん、これからいよいよ始まります、はい、さあちょっと花道が近づいてまいりましたけれども、ズバリどうですか、翔さんは？いや、来るのに頑張ってベルトを持ってきます、はい、ベルトを持ってくる、力強く宣言しました。天竜が行きます、はい、天竜のコーナーからご覧いただきましたが、押し寄せムードが感じられます。チャレンジャーの天竜であります。次回の IWA 日程の世界ヘビー級のタイトルマッチ、いよいよ始まります。まずチャレンジャーの天竜の入場、皆様からたくさんのテーマ曲をご応募いただきましたが、大阪の吹田市に住んでおります田中秀夫さんからの推薦曲、サンダーストームに決定いたしました。雷の音で風雲昇り竜のイメージにぴったりであります。天竜が堂々の入場でございます。もうミルマスカラスには大変に自信を持っておりますチャレンジャーの天竜、今堂々入場してまいりました。赤コーナー挑戦者240ポンドの天竜源一郎、チャレンジャーです。風雲昇り竜天竜、思い切って掲げましたけれども、しかしロープに救われました。もう一回バックを取ってバックドロップ、サイドから思い切って突っ切って取りました天竜です。さあ後頭部を打っております。天竜がここで円錐切り狙っておりました。非常にタイミングを狙っておりました。さあタイトルのチャンスだ。今度は万字に入るか、万字がダメ、オクトバスホールドに行った。しかしロープサイド押し、いい流れを決めましたが天竜、しかしミルマスカラスはもうたまらんとばかりロープに逃げましたが、さあ力で持っていってサイドスープレックス切って取りました。サイドスープレックスからカバーの体勢、天竜がおっとカウント 2.5 ぐらいまで行きました。タイトル奪還のチャンスが非常に濃厚になってまいりました。押せ押せ天竜、逆さ抑え込み、天竜カウントはどうだ、カウント1で跳ね返すミルマスカラス、完全にマスカラスの動きは鈍くなりました。天竜チョップでミルマスカラスをロープに放り投げて、そしてトペに行った、トペに行った、天竜がトペに行きました。人間ロケットを見せました。トペを敢行しました天竜であります。ありますね、狙ってました。やはりね、チャレンジャーはこう出なくちゃいけない、はい、何もチャレンジャーらしい天竜トペを見せました。メキシカンスタイルのレスリングを見せております天竜。さあ押せ押せムード、ここは一気に畳みかけたいブレンバスターだ。さあこれでカウント3を取ればタイトル奪還だ、どうだ、カウント2、ここはもう傘に攻めなきゃいけませんね山田さん。そうですね、大きくロープに投げた、しかしフライングボディアタック、振り返り様フライングボディアタック、天竜返した、天竜も返しました。そしてドラップキック、いよいよ飛び道具を出してまいりました王者ミルマスカラス。そしてダイビングのボディープレス、頭の上から抑え込みました。さあ画前白熱してまいりました IWA 認定の世界ヘビー級の選手権、突進する天竜が突進、しかし勢い余りまして鉄柱へ肩をぶつけてしまいました。左の上腕のあたりであります。さあミルマスカラスがトップロープに乗った、場外ウルトラシーを見せるか、場外のフライングボディアタック、場外へ飛びました、ミルマスカラスが飛びました、スカイハイ散歩、とうとうミルマスカラスが飛びました、空中高く飛びました、フライングボディアタック、ちょっと打ちどころが悪かった天竜、カウントが聞こえるか天竜、今エプロンに手をついた天竜、立てるか、足元がふらついている、やっとの思いで今入った、ミルマスカラス待ち構えている、ミルマスカラスがロープに振った、今度はフライングボディアタック、フライングボディアタック、そのままフライングクロスアタックが命中、そしてミルマスカラスがセカンドロープ、そしてトップロープ、さあそしてフライングボディアタック、ここでカウント、そのまま抑え込んだ、返すか天竜、返すか、ちょっと崩れた、そのまま抑え込んで返した、そして反対に体を浴びせかけた、今度はマスカラスがさらに体を浴びせる、どうだ、カウント3、惜しかったね、1点2点3点、リーホールの奪い合い、しかし最後はミルマスカラス根性で王座を守りました。すごい試合でしたね。しかしね、天竜はよく頑張りましたね、よく頑張りましたね。あそこでフライングボディアタックを決められた時にはもうダメかと思ったんですけれども、再三ピンフォールを奪いに行きましたね、はい、それではお互いの、ねピンフォールの奪い合い、もう上なり下なり、はい、まさにレスリングでしたね。そうですね。